今回もおっさんが気になるニュースをお届けしようと思います。最新 AI ニュースになります。2024年度3月の7日木曜日になります。えー、今回も AI ニュースの方をダイジェクト的にご紹介していこうと思います。気になるニュースがあれば概要欄の方からご覧ください。AM ラジオ感覚でお聞きください。本日のニュース、えー、川ンの方がお届けしようと思います。はい。まず一つ目のニュースになります。 はい、米国中国向け AI 半導体輸出拒否っていうお話です。はいえー、こちらの方のニュースなんですけれども、えー、日本経済新聞の方にあったニュースです。AMD の中国向け AI 半導体、えー、米政府が、えー、輸出拒否か、えー、米国の報道っていう内容です。 はい、こちらの方なんですけどシリコンバレーの方でですね米国政府の方が、えー、米国アドバンスドマイクロデバイスいわゆる AMD という会社なんですけれども、えー、そちらの方が、えー、中国向けに性能を落とした製造をした人工知能 AI 半導体の輸出を認めなかったようだということで米国のブルーグマーグ、えー、通信が5日までに報じたっていう内容になります。 はい。えー、こちらの方なんですけれども、まあ、エヌビ d i アについてですね、まあ、AI の、えー、半導体、いわゆる GPU っていうやつなんですけど、まあ、それを開発するところに AMD もちょっと乗り捨てる感じのところがあって、先日もご紹介した通り、えー、株価がかなり爆上がりしてるっていう AMD なんですけれども、とうとうね、中国の方にですね、その、えー、GPU の輸出をですね、規制する動きが出てきたっていうこともあってで、 まあちょっと、まあ世界中でシェア取りをしようと思ってる内容のところが結構出てきてるのかなっていうところがあります。で、まあちょっと NVIDIA についてですね、AMD の方も頑張ってるみたいでして、まあ2022年度にですね、AI の半導体の、えー、世界シェアとしての8割を占めてるのが NVIDIA だったんですけど、そこの内容に食い込んでいこうということで出てきた内容で、で、それに目をつけた中国企業がですね、まあ NVIDIA 製品ではなくちょっと AMD を入れようとしたところちょっと邪魔されているっていう感じのニュースなのかなっていうふうに思います。まあ、詳しい内容をちょっとまあお聞きになられたい方いらっしゃったらまた概要欄の方から飛んでいただければえこのニュースご覧いただけると思いますのでよろしくお願いします。はい次のニュースです。IOT え導入の必要性とメリット。 これ、あの、ちょっとね、えー、ラジオ感覚で聞いてらっしゃる方は分かんないかもしれないですけど、IoT っていうのがあるんですけども、えー、そうじゃなくて、AI ってついてて、多分これ IoT って呼ぶんだと思うんですけど、そういう形のニュースになります。はい。えっ、ー、と、こちらの方がですね、えー、IoT さんっていうところにあったニュースなんですけども、えー、AIoT。 IT ですか、ね、のパワーを引き放て AI と IoT を統合した IoT をすぐにでも導入すべき理由とはっていうところで記事が書かれてる内容になります。 え、冒頭でですね、データ導入の、えー、今日の世界には、えー、AI のモノとインターネットの融合、いわゆる IoT というふうに言われているものですね、モノの,のインターネットですね、えー、あらゆる産業で革命をもたらしつつあると、えー、デジタル時代に成功を収める企業にとって、 AIoT の導入が極めて重要であることは必、えー、然的だみたいな感じで書いてましてで世界的なテクノロジー、えー、リサーチ企業である o m デ i a さんっていうところと、えー、テレノール IoT が、えー、制作した、えー、IoT プロダクション、えー、レポート2024から IoT に関する最新予測を紹介するということで綴られてる内容みたいです。 まあ、いわゆるですね、なんかここに書かれている内容っていうのが、まあ DX っていうふうに言われているデジタルトランスフォーメーションですね。これの鍵になるものっていうのが、やっぱ高品質でリアルタイムなアクセスができるようなデータっていうことで、この IoT がまさにそういう形になるんじゃないかっていうことで書かれているみたいで、やっぱりその DX を行うためにはその IoT とともにですね、AI の活用っていうのも必要なんじゃないかなということで書いてますね。で、やっぱり2024年度はですね、 僕もずっと推奨して言ってるんですけど、推奨してっていうか、まあ、あの、一番言ってるのは、デバイスプラス AI ということで言ってるんですけど、やっぱりここの記事書かれてる方も同じような感じのことを書いてますね。やっぱり AI と IoT を やっぱりガッチャンコさせるっていうのの未来はやっぱり2024年度からっていうことで書かれているみたいでまあこのねえっと波に乗り込んでいく方が僕はなんかいいのかなっていうふうに思いますねまあ主にですね IoT が一番導入されているまあ事例で言うとやっぱ製造業の方になると思うんですけどまあ製造業においてのその I 活用っていうのがいろいろと出てくるのかなというふうに思っててそのカテゴリーの中でも自動車産業とかですねスマートシティ計画とかまあそういうところにも 順次してなんかこう、えー、記事が載ってるみたいなんでまあこの辺ね読まれるとね今後先の未来になる IoT における AI がちょっと分かるのかなというふうに思うのでもしご興味ある方いらっしゃいましたらねまたあのこちらの方をご覧いただければいいかなというふうに思いますはい、えー、次のお話いきまーすはい次のお話なんですけれども、えー、恋愛感情を表現する恋恋愛パンはいあのー、これね感えー 漢字で恋って書いて、で、アルファベットで AI って書いて、パンって書いてるんですよね。まあ、いわゆる、えー、恋愛パンっていうことで引っ掛けて言ってるみたいなんですけど、まあ、こちらの方がですね、えー、アクセスに入ったニュースなんですけれども、まあ、老舗パンメーカーとして木村屋さんっていうところがあるんですけど、その木村屋さんと NEC の、えー、AI を活用した恋愛パンっていう、まあ、 欧州の、ね、開発して発売の2種類に続く焼きもち味の販売を関東近辺のスーパーおよびキルウェアの直営店オンラインショップで3月1日から、えー、開始したっていうお話みたいですねこの、まあ、恋愛テーマとした恋愛パンなんですけど、まあ、インターネットテレビである ABEMA さんです、ね、の恋愛リアリティ番組、えー「今日好きになりました」。 に参加した高校生のの会話のデータとフルーツやスイーツが登場する曲の歌詞を NEC が開発した生成 AI「c o t で分析して味と恋愛感情を表現したユニークな食品であるということで開発しあったみたいなんですね。まああのー どこら辺が嫌なのか、ちょっと僕もね、あの、いわゆるちょっと微妙なんですけど、まあ多分、その、えっ、ー、と、そのリアリティ番組である恋愛感情を持ってる若い人たちのこう会話と、それと、まあ、えっ、ー、と、恋愛のその曲かなんかなんですかね。で、それを生成 AI に学習させておいて、で、そこからどういう味がいいのかっていうところを引き出したっていうことみたいですね。 はい。でまああのー、中にですね、いろんな感じの味が出るあるみたいで、ちょっとここで一部ご紹介しますと、運命の出会い味とかですね。えー、初めてのデート味。はい。焼きもち味とかですね。涙の失恋味。まあ、ちょっとこれこれ美味しくなさそうですよね。涙の失恋味苦そうですよね。これね。はい。で結ばれる両思い味とかですね。まあ、この5つの恋の味のラインナップがあるということで、今回登場したのが焼きもち味ということで。 まあねおっさんにとってはねまあこんな恋愛事なんかっていったらね遠い昔のはるか昔のね古代の,あの話かなと思うんですけど <laughs> まあまあまあ今のね若い人たちの気持ちを、まあ、理解したいなっていうふうに思われる方いらっしゃったらちょっとねこのパン1個食ってみてあああいうほろ苦い時期もあったなっていうことでね <laughs> 感じ取っていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。 はい、まあ興味ある方はいらっしゃったらまたご覧ください。はい、次のニュースです。AI 偽画像で黒人有権者誘導っていうお話です。はい、えー、っとですね、こちらの方のニュースなんですけれども、えー、っとニュースジャパン、えー、BBC ニュースジャパンにあったえー、っとニュースになります。はい。 えー、米国大統領選2024トランプ氏支持者、えー、AI 生成の偽画像で黒人有権者を誘導 BBC の調査ということで出されていらっしゃいますでここにですね冒頭でですねちょっと写真が載ってるんですけれどもまあトランプさんがですね周りに黒人の女性の方がいらっしゃってで両方にこう肩を回して であの、にこやかに写真が、えー、と撮られてるっていう風景なんですけど、それ自体が生成 AI での偽画像っていうことみたいなんですね。で、そういう写真が載ってあって、でここに書かれてるんですけれども、マリアマスプリングス、えー、BBC 記者がパノラマっていう感じでね、書いてたんですけど、まあ、今年11月の、えー、米国大統領選でアフリカ系アメリカ人の有権者に、えー、共和党の投票を促すために、 ドナルド・トランプ前大統領の支持者からが人工 AI を使って偽の画像を生成拡散しているっていうことが明らかになったっていう話みたいですね。で、まあ、BBC の調査でね黒人有権者が前大統領を応援しているように見えるような、まあ、ディープフェイクの AI を使った本物のような加工した画像ですねが多数見つかっているっていうことみたいです。 はいまあ、これ、よしなのかどうなのかというのはちょっとよく分からないですけど、まあ、フェイクなんでこの辺、ちょっとアメリカの大統領選で、ねあのー、結構フェイクニュースみたいなフェイクの内容ってすごい規制がかかってるんでこれもしかしたら規制されるのかなと思うんですけど、まああのー、本当にトランプさんがやってるわけじゃなく、まあ、黒人の人に受けるためにフェイク画像を まあそのえー、他の人の人ためにやったみたみいなねで他にも、ね、黒人の、まあ、男性の方に囲まれているトランプさんとかですね、まあ、そんなあのフェイク画像とかも作られているみたいですね、はい。まあなんかちょっとねどうなのこれっていうところもあるんで、まあ、本物っぽく見えているところがちょっとね微妙ねあのちょっと嘘っぽい感じのところがあるんで。 まあ本当に見分けるのって、ね、なかなか難しくなってくる時代なのかなというふうに思いますのでね皆さんもまあよく、えー、注意深く見ながら、ね、この辺の問題も考えながら、ね、見ていただければいいかなというふうに思います、はい、じゃあ次のニュースいきましょうはい、えー、僕は一番これが伝えたかったです、えー、今日一のニュースです GTP4 を超えた新 AI クロード3がリリースしましたという内容です はい。えー、p c ウォッチさんの方にあったニュースです。アンソロピック GTP4 以上の性能を促す、えー、新 AI モデルク r o ド3がリリースしましたっていう、えー、お話です。はい。こちらの方なんですけど、アンソロピックがですね、4日、えー、新型 AI モデルのク r o ド3ファミリーを発表したと。で、トークンあたりのコストに、えー、性能に応じた クロード3ハイクっていうのと、クロード3ソネット、クロード3オプティスっていう、その3種類を用意したっていうことみたいなんですね。いや他にも、今までね、これね、大ピラゲになかったかなと思うんですけど、まあ、クロード API っていうものが、えー、まあちょっと利用できるっていう形で、 えーとなってるみたいですね今現状ではその、えー、とソネットっていうやつがリリースされてるんですけどこの俳句ってやつも近日中にリリースが可能になるであろうっていうことみたいですね。で えー、3つとものモデルがですね今回、えーっと、分析予測とかニュアンスのコンテンツの作成でコード生成に加えて日本語、スペイン語、フランス語に至った英語以外の会話の能力が向上しているということを言ってますねであと、ここなんですよね、えー、っとマルチモデルモデルに、えーっともうえー、振り切ったみたいで,で写真、グラフとかです、ね、ビジュアル系の内容も解析できるようになってます。 で何と言ってもねクロードの一番すごいところっていうのがこのトークン数の数なんですよね。これがコンテキストウィンドウ自体が20万トークンとなるが100万トークン以上の入力も受け付けることができるよっていうことでかなりの長文を受け付けて処理ができるっていうこともすごい内容かなというふうに思います。 で一方でね、僕もちょっとね、これ、海外の英語でのニュースで、まあ、あのー、まあ、喋ってらっしゃった内容もちらっと僕見たんですけど、特にね、セキュリティの観点のところとかもかなり押して言ってたんですよね。なんで、その辺もかなり強化してるっていうこともあってで、まあ、ちょっと面白いものがちょっと出てきたなっていうところはあります。はい。 で、まあ、あのー、これ出てきたのはいいんですけど、ありとあらゆる内容で g t p 4を超えるんではないかということで出されてるんですけれども、ただね、アンソロピックさんですね、この3種類の内容って、実は有料版みたいな形のところでしか使えないところもあったりとかして、あのー、まあ、そのニュースでやってた、えー、BBC のニュースでやってた内容はですね、なんか、まあ、あのー、ちょっとね、詰められてましたけどね、まあ、あのー、 なんか人類にとって、ね、その AI というのはパブリックなものということでやってるようなことじゃないんですかビジネス寄りになってませんかみたいな感じで言っててそんなん言ってたらイーロン・マスクさんにまた訴えられますよみたいな感じで <laughs> <あの笑>言ってたんで、まあ、ちょっと、ね、あの商売機に走っているっていうところはちょっと否めない感じなのかなっていうところがあるんでちょっとそれはねうんと、まあ、確かにビジネスをして成立しないといけないんで。 だけれどもやっぱり技術の発展というところではどうだのっていうところがちょっと僕も思うところではありますただしやっぱりあの僕が、えー、と思うチャット GPT に次ぐ本当にえっ、ー、とにかなり優れてる内容じゃないかなっていうものの好景気が出たっていうこともあってね僕もちょっと試していろいろやってみたんですけどもうあまりにも試しすぎてもう上限来ちゃってアウトみたいにガじになってあったんでまたちょっと続きでねいろいろと検証していこうかなというふうに思いますはい え本日はここまでっていう形になります。はい。このチャンネルではですね、朝の7時に AI ニュースの方をお届けしております。あ他にもですね、チャット g p t の内容とか、プロンプトンエンジニアリングの内容とかですね、えー、ジェネレ r ティブ AI の内容なんかもやっております。で、他にもですね、生成 AI で道を切り開くっていうことで、365、え、日、ー、365日の方と名刺交換が更新中でございます、えーえー。ですので、名刺交換していただける方がいらっしゃったら、ぜひご連絡ください。はい。 あと、AI ニュースパートナーなんかも、えー、募集してますので、もしよかったらご興味ある方、えー、ご連絡ください。はい、えー、ポッドキャストの方でも配信しております。よかったらそちらの方も、えー、お聞きいただけるような形になってますので、よろしくお願いします。はい、えー、っと、本日も一人でちょっとですね、えー、ニュースの方をお伝えさせていただきました、えー。今回のニュースの振り返りでですね、やっぱり、 クロード3が一番ね、ビッグニュースかなってうう思うので、まあ多分各、えー、と YouTuber の方ですね、クロード3取り上げてね、あの動画がどん,どん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 出てくると思います。僕もちょっとね、クロード3についてね、いろいろ研究、対験をして、えー、皆さんにお伝えできるようなね、動画を作りたいなと思ってますんで、まあもしそれできなったらまたちょっと皆さんにお伝えできればなというふうに思いますんで、もしよかったらまたそちらの方も、えー、見ていただければなというふうに思います。はい。 ではですね、えー、本日木曜日になります。あの中身かもしれませんけれども皆さん頑張ってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。